女児、情報通り出やがったぜ。あいつらがガーラの密書を狙ってるの。ああ、密書に釣られてまんまとおびき出されやがった。で、やつらがガーラにぶちのめされて逃げるところを俺たちが追跡してアジトを突き止めるって寸法さ。頑張ろうね、捕まる。おう、とっとと終わらせて帰ろうぜ。ナルトだよ。あ、お前ら何者だってばよ。なぜここに木の葉の忍びが。クソ、図られたか。やむをえん、やれ。なんなんだってばよ、いきなりよ。もたもたしてらんねえ、ガーラを追いかけねえと。ナルトの野郎、計画が台無しじゃねえかよ。ジョージ、ナルトを止めろ。これ以上邪魔されてたまるか。しかまるわ。俺はガーラを追う。別動隊がいるかもしれねえからな。うん、わかった。邪魔って。俺だってあいつに大事な用があんだってばよ。説明してる暇はないんだけど、どうしてもナルトが行くってんなら力ずくでも僕が止めるよ。
ここから先へは行かせねえよ。チカマル？お前まで邪魔する気かよ。長子が言ってただろ、お前こそ任務の邪魔すんじゃねえよ。くそ、早く死ねえとガーラに追いつけなくなっちまう。こうなりゃ行くとこまで行ってやるってばよ。やられ損じゃねえか。
何の用だ。あのさ、一緒の間に富くじが挟まってるから返してくれよ。富くじ、そういえば紙切れが挟まってたな。そうそう、それ早く返してくれよ。いいだろう。では合言葉を言え。え、合言葉？そうだ、今回の任務は密書を餌にした木の葉との共同作戦だ。だから合言葉を決め、互いの素性を確認することにした。当然五代目火影も承諾の上だ。へえ、なこと聞いてねえってばよ。なら諦めろ。素性が確認できない相手にはいかなる協力もできない。素性だって、ナルトだってばよ。どうかな、密書を狙う偽物という可能性もある。くそー、どうすりゃ本物だって認めてくれんだよ。わかった、では俺と戦え。俺が本物かどうかを見極めてやる。他の方法思いつかないのかよ。ああ、もうどうなっても死ねえぞ。私物を持ち込むなと。あ、またなガーラ。ばあちゃん、取り返してきたってばよ。でかした。早くくじを渡せ。ナルト、これが3000万両に化けるんだよ。この紙切れが大変身するんだな、綱手のばあちゃん。
当分左内輪で遊んで過ごせるぞ。五代目、先ほどお手紙が届きましたが。何？こんな時になんだい。督促状？差し出がましいようですが、そろそろお控えになった方が。わかってるよ。もういいよ、下がってな。ったく、どいつもこいつも気分めっちまうよ。なになに？常々私どもこの葉金融のご利用誠にありがとうございます。お客様のご返済日が大幅に過ぎていることを通知いたします。ばあちゃん、借金まだ返してねえのかよ。まずいな、すっかり忘れてたよ。なになに？つきましては総額3000万両を早急にお支払いいただきたく。なに？3000万両？どういうこと？賞金は借金返済で、すっからかん。じゃあ俺の分け前は？すまない。